こんにちは、しさきです。本日は育成指名選手についてお話ししたいなと思います。まもなくドラフト会議、今まで即戦力ドラフトや高卒ドラフトについてお話ししてきたり、各球団の補強ポイント等についてお話ししてきました。もちろん大注目されている選手たち、上位指名に注目は集まりますが、近年は支配下ではなく育成出身選手が一軍戦力になることがあり、注目も高まっています。正直自分も育成指名選手はドラフト時期に半数程度しかわからないところがあります。言うまでもありませんが、育成選手のルールとしては、支配下契約をつかめなければ3年で自動的に自由契約、支配下をつかんだ後の再育成なら毎年自動的に自由契約、2軍戦で出場できるのは5人まで。近年はソフトバンク、巨人、そして西武と3軍戦を取ってきているチームがあり、育成で大量の選手を獲得することがあります。ソフトバンクは4軍も導入、西武が3軍戦初年度で人数的に余裕があまりなかったですが、2軍で壁にぶつかったり課題が多く見えそうな選手や、渡辺選手のように2軍で一気に苦しんだ選手が3軍を経由し2軍に戻ってアピールし、最終盤に1軍で先発勝利というところがあるので、西武は1年目でしたが機能した部分はあったと言えるかなと思います。もちろんチームによって様々ですが、今回は2020年以降の育成指名選手についてお話ししたいなと思います。まず2020年から、まず3軍制を導入しているソフトバンク、巨人ですが、巨人はこの年12人の育成指名も、現在の支配下は北選手のみで、今季1軍出場がゼロ、戸田選手も支配下をつかみましたが、再び育成となっています。さらに中村亮太選手も一度は支配下契約をつかみましたが、再び育成となっている状況。中村選手は今季2軍で53試合に登板、47三振、8四死球も支配下とはなりませんでした。そして中日。中日はこのシーズン3人指名、松木平選手が現在アピールし、支配下間近となっている状況ですが、早々に支配下をつかんだ近藤選手が制球不安、さらに怪我もあり、2軍でアピールとはならず、1軍でも10失点と大炎上となってしまいました。ただ上田選手は球速的には速くないながら、22年には1軍で1勝5敗、防御率 2.83 と、育成出身高卒2年目である程度試合を作ってみせました。今季は流動的な起用の中で定着とまではいきませんでしたが、先発候補の一人となることはできています。そしてロッテ。スラッガー的に期待があった山本選手が2軍で荒さを見せながら長打を放ち、フェニックスでもアピール。ただ支配下をつかみましたが、今季は2軍でも無双とはいかず、終盤には手術で離脱にもなってしまいました。そして大沼選手は2軍でクローザーや先発としてなど多く経験してきて、1軍でも登板がありましたが、定着とまではいきませんでした。その中でトレードで巨人移籍。巨人2軍でアピールも、まだ巨人では4試合と存在感を見せるところまでは来ていないかなと思います。そして阪神。阪神は多く育成選手を抱えているわけではなく、この年も岩田選手だけ。その中で1年目から左の変速ピッチャーとしてアピールし、支配下契約をつかみましたが、まだ1軍登板はゼロ。1軍左リリーバーが強力だったこと、さらに今季は当初の不振もあり、定着はできませんでした。もちろんまだ安泰ではありませんが、渡辺裕太選手がリリースとなったのは、中盤以降の彼への期待があるからかもしれません。そして西武。高卒育成ルーキーでサヨナラなど目立った活躍を見せたり、エキシビションマッチでライデル・マルティネスからホームランも放ったり、目立った活躍を見せ、2年目に支配下契約。ただ1軍で気を回りながら壁にぶつかったシーズンではあったかなと思います。その中で今シーズンは1軍で4本塁打、2軍でも成績をしっかり上げてきました。課題も見えていきましたが、西武課題の外野でサヨナラホームラン、2アウトから同点弾など光るところを見せられた有望株、キラー候補の一人かなと思います。そして赤髪選手。上位候補として期待もありながら育成指名、2軍で先発としても好投し、支配下契約をつかみましたが、1軍登板はできず、オフに手術、今季は最終盤に2軍復帰も、基本は3軍でした。そして豆田選手。高卒1年目から2軍で登板、課題も見えながら先発、リリーフと多く経験し、フレッシュオールスターにも出場しました。今季はフォーム変更で制球的に課題ながら2軍で三振量産、支配下も掴んでみせました。そして終盤にはリリーフ課題の中で1軍で好投も見せ、接戦でも起用、来季以降にも期待があります。そして水上由伸選手。大学時代には野手での経験も多く、3年時に投手転向。1年目から2軍で成績を残せていたわけではありませんでしたが、支配下契約をつかむと29試合で27回、防御率 2.33、デビューから17試合連続無失点とパリーグの無失点記録を更新しました。そして2年目にはセットアッパーとしてフル回転。60試合で56回、防御率 1.77、35ホールドポイントと、
コアになってみせ、新人を掴んでみせました。ただ今シーズンは投手不振、スピードも制球も苦しんでしまいました。最終的には23試合で 2.12 と数字上ではまずまずですが、三振13、四球14と苦しく、リリーフ課題の中で定着することができませんでした。貢献度はありますが、来季復活を果たしたいところです。そして石川達也選手、怪我があり育成として指名されましたが、早い段階から2軍で三振量産。1年目は支配下となりませんでしたが、2年目に支配下をつかみ、1軍で初登板がブルペンデー的な先発でした。2軍では圧倒的でしたが、1軍では課題もあった中で、今季はビハインドから左右系統の一人として多く登板。28試合で32回、防御率 1.97、 34三振、勝ちパターンをつかみきれたわけではありませんでしたが、戦力となることはできました。そして広島、二俣選手はまだ一軍出場はありませんでしたが、1年目の育成から4本放ち、2年目にはキャッチャーから内野コンバート3本とまずまずの内容で支配下をつかみましたが、素材期待選手。そして今季は2軍で長期的に出場、ショートセカンドとしても起用され、107試合で2割5分7厘、5本塁打、21二塁打、さまざまなポジションで挑戦し、長打で期待もある選手です。そしてヤクルト、成績以上に目立つ場面で打撃で結果を残してきた赤羽選手は、2年目にはフレッシュオールスターでサヨナラホームラン、複数ポジションに挑戦し、荒さもありながら強い球際を見せてきました。1軍でもユーティリティ的に起用されてきましたが、まだつかみきれず、今季は2軍でも2割を超えられない苦しんだシーズンでした。そして丸山選手、2軍で成績をしっかり残していたわけではありませんでしたが、高い角度とフォークが評価され支配下契約、ビハインド等でも投げてきましたが、制球不安があり痛打もありました。プロ初先発も経験し、武器こそ見えましたが、まだ課題もあるかなと思います。そしてオリックス、このシーズン宇田川選手はもともと支配下でなかったことが驚きのような選手でしたが、1年目はあまり投げることができませんでした。その中でコンディション不良もありましたが、体作り等もあり、2軍で155キロ近辺と圧倒的なフォークを見せ、アピールすると支配下契約を掴んでみせました。そして終盤には1軍でジョーカー的に起用、19試合で 22.1回、5ホールドポイント、防御率 0.81、 32三振と多く三振を奪い、日本シリーズでも大活躍、一気に日本代表まで駆け上ってみせました。ただ今シーズンは投手不振、2軍でも一気に苦しんでしまいました。ただ中盤以降に調整してみせ、我慢強い起用の中で結果が出始め、最終的にはセットアップ的に再び掴んでみせました。46試合で 45.2回、24ホールドポイント、防御率 1.77、 52三振と今シーズンは苦しいスタートでしたが、最終的にはしっかりと立場を掴んでみせました。そして2021年、まずはオリックス大里選手、1年目から2軍で経験を積み、後半にアピールすると、今季足立選手の離脱などがあり、早い段階で支配下契約、そして1軍起用がありました。また彼も守備陣に脱臼があり長期離脱、終盤に1軍もまだ安打を放つことはできていません。現在内野手の人数がかなり足りないことで、2軍で猛アピールと慣れているわけではありませんが、必要存在でもあるかなと思います。そして楽天宮森選手、1年目から2軍でクローザー的に起用され、圧倒的な成績ではありませんでしたが、支配下契約、その中で26試合、 23.1回、1勝1敗8ホールドポイント、防御率 1.54 と、デビューから22試合連続無失点と NPB 記録に並んでみせ、パリーグ記録を更新。今季はセットアップ定着と行きたかったですが、24試合で21回、防御率 7.71、 2軍調整を経て再度1軍となりましたが、アピールできず、今季1軍リリーフとして戦力となることができなかったのはチームとしてかなり痛かったところです。そして西武、まずは1人目、滝沢選手、高卒1年目ながら源田選手の離脱の中で抜擢支配下と1軍起用、打撃では課題ながら広い守備範囲と俊足が武器、そして1軍でも48試合で2割2分4厘、2塁打と内野の間を抜く打球も見せることができました。源田選手が離脱するとチームが崩壊する、それくらいショートで彼に依存してきたところはありましたが、彼の存在は本当に貴重です。今季は児玉選手の存在、さらに彼も当初は2軍でも攻守ともに苦しい内容でアピールすることができませんでした。今シーズンは1軍で16試合にとどまりましたが、プロ初本塁打、さらに2軍でも多く打席に立ち、投手の守備不安を考えるとまとまった部分もあります。まだ高卒2年目、源田選手がいなければもっと多く出られていたかもしれませんが、課題の打撃を磨いていきたいところです。そして古市選手、打撃が持ち味のキャッチャーで1年目のフェニックスでアピール、今季2軍で打撃、さらに守備でも経験でき、支配下契約、1軍の3番手キャッチャーの不在、柘植選手の離脱等もあり、彼がサブキャッチャーとして1軍も経験しました。1軍では打撃の課題も見えましたが、スタメンマスクで勝利に貢献することもでき、2軍では3割1分9厘、2本塁打、15打点、 OPS 8割2分5厘、6盗塁、足や守備でも存在感を見せることができたシーズンかなと思います。そして2022年、まずはオリックス茶野選手、
今季全く想定していなかったくらいの活躍といえる選手。独立出身育成ルーキーながら開幕前に積極的起用で支配下をつかみ、開幕スタメンを勝ち取ってみせました。守備走塁、そしてコンタクトや粘り強さを見せ、当初レギュラーをつかみ満塁打も放ってみせました。ただ少しずつ中盤以降は苦しくなり、2軍では圧倒的でしたが後半は苦しかったです。1年目から1軍で猛アピール、2軍でも23試合ですが3割4分6厘2塁打とさすが。守備走塁もまとまっている部分があるので、後半が苦しかったとはいえ本当に育成ルーキーとしていい1年目を過ごすことができたと言えるでしょう。そしてソフトバンク木村選手、大学時代によりスピードアップし2軍で多く投げ、フレッシュオールスターでも登板、17試合で 63.1 回、防御率 3.41、 48三振、先発的にも期待され支配下契約となりましたが、終盤にはプチ離脱し、先発が足りない中で彼も離脱してしまったのは痛いところです。そして巨人松井颯選手、彼も育成だったことが驚きのような選手。1年目の2軍で先発し、早い段階で結果を残し支配下契約、その後プロ初先発で初勝利を挙げるなど大きな期待を集める存在。2軍では16試合で 88.1 回、8勝2敗、防御率 2.04、 74三振、終盤には1軍で火消しやロングリリーフ的にも起用されてきて課題も見えましたが、しっかりアピールできたシーズンということはできるでしょう。そして広島中村選手、規格外のスタート、開幕戦で4安打、本塁打も放ち素晴らしいスタート、早い段階で支配下契約、中盤には1軍も経験。ただ圧倒的なアピールとはいかず、最終的には2軍で2割4分4厘。ただウェスタンリーグ1年目で8本放つことができ、武器を見せられたシーズンです。そして規格外だったのが中日松山選手。支配下で指名があるとも言われていた中で、1年目の2軍で23試合で 21.1 回、防御率 2.96、 23三振10セーブとクローザー的に起用された中で三振を多く奪い、支配下契約をつかみ1軍昇格。かなり便利的に起用、1ヶ月ほど離脱がありましたが1軍2軍通じて60登板、登板方が目立ったところはありましたが、1年目から抜群な内容、圧倒的な奪三振能力を見せることができたシーズンと言えるでしょう。そして樋口選手、1年目から2軍で多く出場でき、運用的には大変助かった存在。ユーティリティ的に起用され、ショートで多く出場し、104試合で2割3厘、9三塁打、13打点、OPS5 割4分5厘、8盗塁、6盗塁し、15失策。打撃、守備、走塁ともに課題が見え、年齢的には若くないことでもう少し高いところでの期待がされていましたが、チームの内野課題もあり支配下契約。ただ1軍で起用もアピールすることはできず、正直支配下をつかむことができたとはいえ苦しんだシーズンではあったかなと思います。そして楽天辰巳幸之助選手、1軍でまだ出場がありませんが、1年目から2軍で96試合で2割5分1厘、17盗塁、 OPS 的には映えませんが、粘って塁に出て足を使える、内野登録ですが外野として多く出場しました。彼が入荷ユーティリティとして計算することができるようになれば、かなり1軍も見えてくるかもしれません。そして DeNA 上皇選手、まだ1軍出場はありませんが、1年目から支配下契約をつかんだ選手。2軍で64試合、2割4分1厘、3本、11二塁打、16打点、OPS6 割4分6厘。ものすごく目立ったわけではありませんが、守備的にはまずまずで、打撃で良さを見せた時期がありました。終盤離脱があったり、1軍はゼロ。松尾選手の存在で固定ではありませんでしたが、早い段階で1軍サブにもなり得る存在かもしれません。全体としてはこんなところ。佐野幸和選手や佐藤翔馬選手はすでに戦力外となっていたり、戸田夏樹選手は再び育成、さらに小沼選手は移籍、中村亮太選手も再び育成となっています。ただソフトバンクは3年で36人のうち2人しか支配下契約をつかめなかったり、巨人も31人のうち3人のみ、大量に指名された中で支配下契約をつかめないことも多いです。そして日本ハムはまだ支配下選手はいません。今季の松山選手、そして宇田川選手や水上選手のように外せない存在が育成指名から出てこれると本当にチームとして大きいです。育成からの活躍が目立つことはありますが、3年で合計157人の指名がある中で29人の支配下、まあ、これでも多くなってきた方かなと思いますが、1軍メインとなっている選手は多くありません。特に茶野選手のように野手でそういう存在を出せるとチームとしては大きいでしょう。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。